パガン王朝、パガン王朝は現在のミャンマーに存在したビルマ族最初の王朝である。ビルマ語による年代記、ビルマ語王朝史での画像はアリーマッダナプーラー、進む敵の都である。首都はパガン。パガンとはピュー族の集落を意味するピューガーマが点火したものと考えられている。国王が55代続いたということが一連の 伝統的な王投資には書かれてあるが、出土品と碑文によってこの論は概ね否定されている。四十三代以前の王で唯一碑文に名前が刻まれているのは、宗谷藩であるが、それでさえも彼が王であったことを実証しているとは言い、がた、南章の先兵として上、ビルマに存在していたピューを征服し、その後イラワジ平野に定住した、ビルマ族を祖先とする。四十九年頃に、 彼らが遠気づいた、パガンの地は、降水量が少なく、稲作には、不向きな土地であったが、米どころであるチャウセイ地方、とミン民部地方の中間点に位置していた。ビルマ族は、先住していたピュー族から農耕技術を学び、彼らとの接触によって、仏教を知ったと考えられる。現存する王朝の出土品から、初めて実在が確認される、王党史の言う、 44代目のアノーヤター、1044年から1077年が最初の王とされる。アノーヤターは、四方に軍を進めて、領土を広げ、南方のモン族の野ともったま、現在のにあるを制圧した際には、モン族の文化を取り込んで、ビルマ文化の構築に貢献した。また、国内の統制を高めるために、 密教的な要素の強い大乗仏教層と見られるアリー像の排除に取り掛かり国を上座部仏教本位に変えた。魔力によって民衆に影響を及ぼすアリー像を弾圧することで民衆との連帯を強化したのである。あの親ターの名前が刻まれた戦物は彼が実在の王であることを示すとともにその出土地は彼が築城したと応答しに記録される状態とほぼ一致しており、 最初期のパガン王朝の支配領域が推測できる。三代目のチャンシッターは、あのヤター時代の遠征、即位後のカビルまで起きた、反乱の平定やクメール王朝との戦いで、活躍した優秀な軍人だった。内政でも、考えの推進、ビルマ族とモン族の融和によって、国内の開発と安定に尽力した。しかし、チャンシッターがあのヤターの血統に属していないことを、 推測できる要素が被文と応答しの両方存在しており、おそらくは彼の即位によって、あの屋ターの決闘は一度途絶えた。奈良2が公益の利権をめぐっての新原王朝の入港によって戦死した後、その子の奈良ティンカー、民謡奈良天運が即位するが、被文に奈良ティンカーの名前は確認できない。奈良ティンカーの後、あの屋ターの血を引く王子、奈良パティシードゥーカ、即位。 王朝市には、ナラパティシードゥがクーデターによって、ナラティンカーを排位した過程が記録されている。王朝は、ナラパティシードゥの下で最盛期を迎える。チャウセイ、シュエボー、で考えを実施して生産力を高め、支配領域をマレー半島の付け根にまで広げる。文化においても、ビルマ独自の文化の方がが見られるようになった。ナラパティシードの死後もヤターの,の血統は保たれるが、 チャゾワーの知性から、治療の増加による収入の減少、治安の悪化が国の発展に影を落とす。オーサナーとその子、ミンヤンは暗殺者の手によって落命する不幸な最期を遂げ、次のナラティーハッパテの知性に王朝の国難が始まる。オーサナーの死後、ミンヤンの子であるナラティーハッパテが即位した。かつては流星を極めた。 パガン朝であったが、1253年には、ビルマ北部にあった大理国がモンゴル帝国の手に落ちたことにより、その存在が脅かされ始めた。角の寺院への寄進によって財政は悪化し、王家と隕石関係によって王宮内での影響力を強めに、軍事力を有するシャン族の三兄弟の台頭が始まった。1277年にもとはパガンに送った朝貢を、 求める死者が行方不明であることと、神獣先をパガンから元に乗り換えた、金馬族がパガンの攻撃を受けていることを理由に軍を派遣し、威嚇攻撃した。その後もナラティーハッパテが元に対し従順を見せなかったため、元は1286年に、雲南王不げ地の子である、雲南王エセ戦テムルを進む面副都元帥として派遣した。 翌二百八十七年のパガンの戦いで、ナラティーハッパテは、パガンを放棄して、南ビルマのパティに逃亡。パガンは陥落し、モンゴル軍撤退の条件として元への兆候を承諾した。パガンへの帰還の途上で、ナラティーハッパテは、諸子、ティハトに毒殺され、ナラティーハッパテの長子、ウザナと、諸子、ティハトも後継者争いで、落命、生き残ったナラティハパテの子、 チョースワーが暗らした。チョースワーは元に対して徴工を行って王位を認められるが独自に施設を送っていたシャン族のアサンカヤーも元から地を与えられ支配権を認められていた。また、1281年前後からビルマ南部の港湾都市モッタマで反乱が起きており、1287年にモン族のがスコータヤサの公園によってモッタマに ペグー王朝を打ち立てていた。1299年頃、シャン族の三兄弟とナラティ葉ハッパテの悲壮の凶暴で、チョースワーは敗位され、その子、ソーニッカ王に擁立される。大都に亡命したソーニンの兄弟の養成によって1301年に、ビルマにモンゴル軍が侵入するが、アサンカヤーは防衛に成功。アサンカヤーの勝利は、碑文の記録でも称賛される。 三兄弟に要された僧仁は、実権を許さない名目だけの王であり、1314年に、パガン王家に代々伝わる、金体と金本がティハトに送られたことで、王朝は、名実ともに滅亡した。上位後僧仁は、パガンの名座に任ぜられるが、1369年に、その子が没した時に、パガン王家の男子継承者は断絶した。現在のミャンマーの民族構成は、 パガン時代の民族構成を原型としている。主要構成民族は、ビルマ族を含めた14の民族であり、パラウン族、モン族、シャン族、ワ族、クメール人などが王国内に居住していた。他に、先住民族である、ビュー族、インドと中国からの移住者も含まれる。身分は、王族、帝身、一般庶民、仏像のほか、奴隷で構成されていた。 奴隷は個人に私役される土肥と寺院に寄進された、御穂奴隷に大別される。御穂奴隷は苦毒を積むという目的上、もともとは仮想階級と考えられておらず、識字率も10%前後と高かった。彼らが従事する作業は、農作業、僧の世は、職人、芸人の四つに分類され、段家は家族、時には自分自身を捧げて、内世の幸福を祈った。 彼ら奴隷は美ホ奴隷、土ヒ奴隷と共に、チュンと呼ばれ、その子孫は奴隷身分に拘束され、世襲奴隷、タバウという身分が新たに形成された。タバウは差別を受けて居住地、就業、婚姻に大きな制限が課され、今世紀のビルマ独立に至って、ようやく偏見からの解放が始まった。国王は先制君主でその権力は絶大であったとされ、 碑文には、王は万物を支配する人物と刻まれる。一方で、王は、菩薩、菩薩の化身として崇められている白蔵の所有者で、あるともみなされた。原則として国王は世襲であり、時代の王に即位するのは、仙台王の直系の貴族であった。親からへを意が渡ることがほとんどであったが、兄から弟へという場合もあり、チャンシッターは、孫のアラウンシードゥーを、 後継者に任じた。官僚機構の最上位は大臣であり、国政全般を取り仕切った。大臣は国王の信頼が最も厚いものが認ぜられた。大臣は原則として複数であったが、人数は二人から七八人までの幅があった。これ以外の重要官職は、軍事面では司令官及び、各部将や、水軍の将、司法官は裁判官及び検察官、 初期長及び初期官、地方行政組織各段階の長である軍長、町長、村長、祖税面では、観光運米を管理する国葬奉行などがあった。その他、最始職として、先生術師とバラモン、寺院がいた。王宮内で国王の身近にあって、公主ともに世話をする民賃と民生と呼ばれる男性の役人がいた。政府は土地を軽いん、かやいん、トゥイク、タイ。 ヌインナム、ナインガンの三つの地域に区分していた。カルインは王朝がもともと領有していた領域であり、生産性の高いチャウセイ、ミンブー、タウンビョンに属していた。行政の中心であったが、ビルマ族以外の他民族も混在して居住していた。カルインの周辺に王朝が慎重に伴って、獲得した土地であるトゥイクが廃され、その外に中央統治が及ばないヌインナムが置かれた。 地方の行政区画は村、ルアーで構成され、大きなルアーが周辺の小さいルアーに影響を行使していた。A アワディ側によってパガンと稲作地帯に属するカルインが結ばれ、外部に畑作地帯のトゥイクが置かれているのが王朝の構図である。そのために、オート近辺に農業地帯を持たないパガンにとって大規模な考え施設を有する地方の離反は致命的であり、また、 王朝末期に海洋交易の拠点であるもったまを失ったことで、没落はより顕著になった。山族の三兄弟が王朝末期に政治的権力を握ることができた一員には、ナラティハッパテにチャウセイの統治を認じられていたため、食料の供給権を有していたこともある。ティンパマやタシッパマと呼ばれる裁判官が通常は三名から四名おり、 主に王皇貴族から選ばれたが、僧侶が裁判官を兼任した例もあった。民事事件の判決は、法典、黙田が参照された。刑事事件は、検事、コートウージーが担当し、判例、アヌヌンザをもとに判決が下された。犯罪者には、通常財産刑が課されたが、罪の度合いが甚だしい犯罪、特に盗賊には過酷な刑も課されることがあった。 民事訴訟での被告と原告は、法廷では、物点や仏車里を手に持って宣誓した。訴訟に関する秘文は、パガン時代の前半よりも後半の方が多く、訴訟の当事者も、国王と出家、国王と庶民、出家と在家など、多したようであった。特に多かった案件は、相続による訴訟事件である。判決が、下り事件が解決すると、被告と原告が、 食用の茶を食べ合うのが習慣だった。歴代の王にとっての課題は、パガン周辺地域の開拓と治水であった。あのウヤターは、チャウセイの考えと、メッティーラの治水を行った。チャウセイのパンラウン側とゾウジー側に五つの包みと用水路が設置され、ナラパティシードゥの治水に、包みが一つ増設された。アラウンシードゥとナラトゥは、 マンダレーの付近に二つの人造庫建造し、ナラパティシードゥは、モントムーで運河の工事を行うが失敗した。土地の土壌と気候に応じて、低湿地には、水田、霊、高地には、庭園、ウィン、冠水する低地には、重石地、カイン、水の確保が困難な土地には畑、や、以上4種の農地が開拓された。さらに水田は、 冬季栽培用の無印と栽培に、雨季の香水が必要な単に細分された。牛、水牛、馬が工作に使用され、収穫物は米、ひよこ豆、ゴマ、ココヤシ、バナナなど、碑文の記録により、現在77種類が判明している。国が推進した大規模な考え、国内で流行していた仏教建築は、王都の土壌に変化をもたらした。ビルマシハーベイは、 王朝滅亡の一因に、パガンからの人口流出を挙げ、それには土壌の変化が深く関わっていたことを指摘した。仏塔の建築に要するレンガの燃料となる木材の断伐、チャウせいでの大規模な考えによって、パガンの土壌は建設当時以上に痩せており、モンゴルによる破壊とともに、食料の供給量が減少したことで、王都の人口流出が進んだとしている。 農業が行われていた範囲について、ビルマ市やタントンは、王朝全体の農地の面積を8.8万ヘクタールから44万ヘクタールと計算し、営業化された直後である1892年当時のビルマ全体の農地面、364万ヘクタールの40分の1から8分の1ほどの広さだった。しかし、その多くは寺院の資料地であり、 事業が増大する王朝後期は税収の減少が問題となる。そのためチャゾワーなどの王たちは事業への課税を試みたが、寺院の反対によって失敗に終わっている。9世紀まで存在していた門族の国家とは異なり、バガン王朝に中蔵貨幣は存在しなかった。奴隷、像、馬、船などを代価として物々交換が行われ、時には金、銀、 銅などの金属の重量によって、小取引が成立した。取引の対象となったのは主に土地と奴隷、家畜であり、奴隷の価格は年齢と性別によって異なり、土地取引については、カルインが多く含まれるチャウセイ、民部の地価は高く、トゥイクは安かった。取引の際には、立会人が必要とされ、契約が成立した後は、立会人と共に飲酒肉食をする感が存在した。 パガン王朝の国境は神ザブ仏教である。あの親ターはタトゥンから招兵した高僧神アラハンによって神ザブ仏教に改修するとともに民衆に影響力を持つアリー像を強制的に減俗させた。あの親ターがタトゥンに侵攻した理由について資料は経典と仏通車を入手するためと伝えるが、研究者の中には宗教的理由に疑問を呈する意見もある。 1190年に留学を終えて、セイロ論島から基調した、タラインの仏像チャパタが創設した南電系の大寺派が王朝の国境に据えられた。チャパタの死後に、大寺派は三つに分かれ、タトゥンに起源を持つ、神ザブ仏教の一派と共に、いずれの宗派も在家信者への布教活動に、熱心だった。伝道活動は、陸路と河川路の両方を経由して、タイ、ラオス、 カンボジアまで渡り、今日の東南アジアにおけるカミザブ仏教の地位を形成した。カミザブ仏教以外に、大乗系、日教系、ヒンドゥー教も王朝の宗教として並存しており、カミザブ仏教とそれらの宗教の違いは明確に認識されていなかった。住民にはナーガ信仰を持つ者も多く、宮廷行事にはヒンドゥー教の先生術師、 バラモン像が参画していた。神ザブ仏教を導入したアノーヤターは、大乗仏教よりの信仰の持ち主であり、アノーヤターの名が刻まれた観音像が多く発掘されている。チャンシッターの知性まで大乗仏教、密教、ヒンドゥー教はバガンで広く受け入れられ、王朝末期の1255年にオーヒタンブーラによって立されたパヤートンズー寺院には、 密教的な要素の強い壁画が描かれた。13世紀以降には、密教的な要素の強いアラニャ相談が勢力を拡大する。森の中で活動する出家像の集団を母体としており、マハーカサッパのもとで勢力を拡大した。王朝滅亡後の1388年の碑文には、マハーカサッパがナンダウンミアの病を治癒したことで、 王から財宝と土地を寄進された伝説が記されている。1240年代に、チャウセイ地方に、進出、1247年から1272年かけて、シュエボー、神道院一帯の土地を購入して、寺業を増やした。彼らは、土地購入の契約締結は、もちろんのことに地上においても飲酒、肉食を行い、その習慣は、神座部仏教には、受け入れがたいものであった。 アラニャ相談量の増加による収入減に対処するため、チャズワーは、正論党の仏教会と協調した宗教活動によって、アラニャ相談の弱体化を図ったが、マハーカサッパの死後もアラニャ相談の教えは広まり、パガン滅亡後にビルマ仏教会の一大勢力となる。パガン王朝時代に建築されたジーン仏塔は、ビルマ芸術の頂点と言われている。特にこの時代は、 大型寺院の建築技術に著しい発展が見られ、シュエズ・イーゴン・パゴダは後世に建造された仏塔の元形となった。ピュー族の文化から受け継いだセリモチ工法によるアーチ建築が特徴であり、ナラパティシール以降は明るい色彩の岩屋院、仏塔が建てられるようになった。王皇貴族などの富裕層は、大世の幸福を願って、苦読を積むため、 宗教施設の建設と見穂への寄進を盛んに行った。寺院の建立には多額の費用がかかり、1196年にナラパティシードゥーが建立した仏は1機あたり44,027茶。イヤット、現在もミャンマーの通貨単位に名前を残すの銀が払われた。成人男子の奴隷一人の価格は銀20茶から25茶ってあり、仏塔の建立に、 奴隷2200人と同じ支出を要した計算になる。別の碑文には、岩屋院の建設費用は、施設一式を含めて2万ちゃんか払われたこと、仏像、岩屋院、総院、兵の一式を建造するのに、銀1万くらヤブ16万5千グラム、奴隷300人超の出費があったと書かれる。そして建築事業に従事する労働者が報酬として、支払われる銀、衣服、 食料を求めてパガンに多く流入した。家屋の素材は身分によって異なり、行為の者は木造の邸宅に住み、一般民衆は日派や市、かやぶきの屋根、築壁の家に住んでいた。レンガは仏教建築にのみ許される特別な建材であり、建築面における生族の線引きが民衆の信仰を固くする一因となったとも言われる。あの親た時代の碑文には、 サンスクリット文字のみが使用され、時代のソウルーの時代の文字はパーリン語が使われた。アラウンシードゥの時代はサンスクリット文字とパーリン語が使用され、ビルマ文字が主流となるのはナラパティシードゥの知性を待たなければならない。モン族が使用していた文字はチャンシッターの知性に頻繁に使用され、このことは彼がモン族の演者であったことを示唆している。ナラパティシードゥ以後の碑文の多くは、 ビルマ文字で記され、サンスクリット文字、パーリ語、モン文字は、次第に使われなくなった。パガン時代のビルマ文字は、表記が定まらず、形も不規則であった。1112年に制作されたミアゼリー、グーピャウンジー秘文は主面にそれぞれビルマーザ、モン文字、パーリ語、ピュー文字で王の句読が記されており、エジプトのロゼッタストーンに例えられることもある。 仏教聖典をもとにしたビルマ文学は、バガン王朝を原点とし、碑文には、ビルマ文字による三文も記された。リンガーという、四音一行の韻文が誕生したのも、この時代である。祈願の時には、楽器が演奏され、歌唱と踊りを専門とする者もいた。当時の楽器は、太鼓、シンバル、ラッパ角笛などがあり、奏者は、見ほどレが主であったが、 楽器の演奏を制御とする芸人も存在していた。彼ら芸人の姿は寺院内の仏教壁画でも確認することができる。仏教壁画は寺院内部の定位置に描かれ、テーマは仏教にまつわる事象の他に、鳥獣、植物の模様、幾何学模様などが主だった。王朝末期のチャンシッター、恩民内部の壁画には、ビルマに襲来したモンゴル軍と、 元朝の大ハーンクビライの姿を描かれており、危機に瀕していた当時の王朝の様子が伺える。国土を接するクメール王朝としばしば争い、あの屋田時代より支配下に置いていたサルウィン河口域を介して、タイの北中部と交易を行った。セーロン島とは王朝南部の港湾都市を通じて、経済と宗教において交流を持っており、十二世紀末からは、 仏像の相互派遣による仏教知識の伝達が活発になった。正論の王朝とは時に対立することもあり、正論の年代記、大使、マハバムサは、ナラパティシードゥが、正論承人と駐在官を排除したことを記録する。正論承人と駐在官は東国もしくは追放され、正論所詮への補給の停止、像の輸出の禁止を実施したパガンに対して、 西論は報復として、パガンの村落を破壊し、住民を誘拐して、奴隷とした。僧侶を介した交渉によって、両国の関係は修復されたと、大使は説明するが、ビルマ五年代期に西論との構渉は記録されていない。中国の貫籍資料では、カバノカンと表記され、北宗の時代に中国と接触を持った。慶徳元年、1004年にサンフッツ祭。 シュリービジャヤ王国、退職、アラビアの施設と共に入庁したことが1225年になした諸版誌に記され、数年5年、1106年に再び長考した際の記録は諸版誌以外に創始、文献通行にも残る。1106年の長考当時、以前とは異なり、大国に成長しているため、他の小国と同じように扱ってはならず、アラビア、 ベトナムなどの大国と同等の応接をするべしとの通達が小書章から出された。GE、ハーベイ、ビルマ氏556から559ページをもとに作成。パガン朝はナラティハッパテが元に降伏した1287年をもって事実上滅亡した。資料によって欧米の表記と在年はそれぞれ異なるが、ここでは出生表集を通しに準拠する。 パガン王朝の姿を現在に伝える資料としては、寺院が壁画に記録した墨文と寺院に奉納された碑文、そしてビルマ語で書かれた王闘士の主写本がある。前者二つは信憑性が高い反面記録が断片的であり、後者は客観性と編纂された年代が遅い点に問題がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。